カーオブザセンチュリーは20世紀で最も影響力のあった車に与えられた自動車賞。選考の過程はグローバルオートモティブエレクションファンデーションによって監督された。受賞者はフォードモデル T。1999年12月18日にネバダ州ラスベガスで発表された。1位、フォードモデル T2 位、ミニ3位、シトロエン DS4 位、フォルクスワーゲンタイプ15位。 ポルシェ911-20世紀で最も影響力のある車を選ぶために複雑かつフォーマルな方法が取られた。1996年10月、自動車企業の専門家とカークラブが作った700の車のリストがカタック組織委員会から省の候補として提供された。1997年2月にはのリストの中から、 巧妙な専門家たちが200の車を選び、それがアムステルダムのウトロルモーターショーで発表された。次に33の国から選ばれた132の自動車記者たちによる審査団によりリストが100まで減らされた。その結果は1997年9月のフランクフルトモーターショーで発表された。次にインターネットを 主とする投票で10代が選ばれ、専門家の審査団によって25代が選ばれた。しかし投票で選ばれた10代のうち、9代は専門家たちが選んだ25代の中にあったため、最終的には26代が次の段階に進む、車として1999年3月のジュネーブモーターショーで発表された。その後専門家たちは、最終ノミネートとして5代の車を選び、 それが1999年7月のフランクルフルトモーターショーで発表された。審査員はそれぞれ順位をつけ、それがポイントシステムの投票と合わせられ、カタックが決定された。最終的な結果は次の通りである。ありがとうございます。